企画展新居浜の美術コレクション展示2023ハローニュー初めましてのコレクションが赤金ミュージアム2階の新居浜市美術館で開かれています。この企画展では今年度寄贈を受けた作品や購入し新たに新居浜市美術館が収蔵した作品、また郷土美術館時代から所蔵する作品の中から新居浜市美術館開館後初めてお披露目される作品などが展示されています。作品数は合わせておよそ60点。北台正造や秋月茂など新居浜市にゆかりのある作家の作品が並んでいます。新居浜市美術館の林久子さんは、この美術館で初めて皆さんに見ていただく作品ばかりの貴重な機会、ぜひ一度ご覧になっていただければと話していました。企画展新居浜の美術コレクション展示2023ハローニュー初めましてのコレクションは赤金ミュージアム2階の新居浜市美術館で3月17日まで開かれています。